ネクラーです。今回は、成田空港のスミス、ニューオープン、おめでとうございます。で、成田のね、ロールバンは結構昔からずっと出てて、集めてるんだけど、まだ紹介してないのも多くて、1段でこちらの柄、第2弾がこちら、クリアファイルとかそういうのも、その柄のロールバンが出てる。ここから、全部が出てるロールバンの柄で、 第3弾がこちら。第4弾が今回も出てるこちらの柄で、今回第5弾で一冊柄が増えたということになります。周年の時にこの柄も復刻になりましたね、一回。復刻バージョンも出てる。そんな感じです。今回はせっかく成田に行ってきたので、ス以外の文房具屋さんでも購入品をゲットしてきたり、お得な回り方とか、あと思い出話もあるので、ぜひ最後までチェックしてみてください。ではやっていこう まず今回お店に用意されていたロルバーンが ABCD 柄で ABC 柄は前回の動画前の昔紹介した成田の動画でも既に動画になっているのでささささっと見ていきましょうまずは A 柄大きめの飛行機を眺めている柄ですねこちらの柄はこんな感じでりょうたけまささんのコラボロルバーンにもなってます ちょっと前に灯台とかツバメとかの柄も出てましたよね。白押しが黒白押し。これ好きなんですよね。黒。黒の白押しに黒リングコンバンド。でね、前回の動画の時はまだ私ロルバーン集め始めの時で、ロルバーン2冊ずつしか買ってなかったので、今回無意識にね、一応1冊ずつ増やしてきたんだけど、これでやっと3冊ずつになって使用用ができるんじゃないかと思います。 一旦これ保存用に入れるかな。で、表記が、両竹正スミス成田インターナショナル、エアポート、ターミナル、ワン、リミテッド。そう、第1ターミナルで売ってるロルバーンになります。第1ターミナルと第2ターミナルと第3ターミナル、まあまあ遠いので、電車で行く方とか、間違えないようにご注意ください。で、これ今回もすでに買った直後に使ったロールバーン。B 柄です。あの化身、消し 欲しくて、成田の限定の化印を押したくて使いました。よいしょ。B 柄がこんな感じ。反射しないマットなシルバー白を押し。かわいい。に、銀リング、シルバーリング、コンバンド。当時はね、この柄あんまり惹かれてなかったんですよ。 こっちの方がお気に入りでこっちも可愛いんだけど、私の好みではないかなって思ってたんだけど、今一番好み。やっぱ好みって変わりますね。めちゃめちゃ可愛い。表記が、ヨょうケマサスミスナリタインターナショナルエアポートターミナル1リミテッド。ここは白押しとかじゃなくて印刷です。裏面見せるの忘れてたね。A 柄の裏面がこちら。B 柄の今の空のやつの裏面がこちらです。 で、これ3冊あるんだけど、1個は人にあげるように購入しました。えっと、まあ、お仕事の人に2冊あげて、なんとなーく使ってもらって、ロルバーンだよとかも言わずに、まあ、普通にプレゼントとしてあげて、使い終わった時にもう1回買おうかなって思って、え、限定品だったのっていうのをしてほしくて、ちょっと文具女子博で買うか、 成田で買うか考えてたんだけど、成田で買ってきました。ぜひ沼に入ってほしいなと思って。と、C 柄。これはアートロールに使ってるので、たまに動画になってるよね。C 柄は、白い白押し。さっきのが黒だから、こちらは白白押し。これもまたい、e、い柄です。滑走路の柄で、黒リング、コンバンド。これはめちゃめちゃ気に入ってて、使ってるやつがね、ここにね、ちょっと油が染みちゃってね、がっかりしてたから、これもう一回変えて嬉しい。 こちらも、りょうたけまさすみインターナショナルエアポートターミナルワンリミテッドになってます。いいなぁ。裏面はこんな感じ。しがら。と、お待たせいたしました。今回の新作。じゃじゃじゃん。かわいい。めちゃめちゃいい柄。朝焼けっぽいデザインが好きなのと、この富士山かな山が。 日本っぽいから外国から来た観光客の方にも人気が出そうなデザインになってます。いや、いいね。すごくいい。じっくり見よう。じゃじゃじゃーん。これすごくかわいい。白押しがキラキラする反射するピカピカのシルバー白押し。銀白押しにクロリングコンバンド。いや、いいないいななんかいろんなね、お土産を見てきたんですよ。成田空港で。やっぱ山と飛行機とか日本っぽい柄多めでしたね。 こちらも人気商品になるんじゃないかと思います。両ょうスミス成田インターナショナルエラポートターミナル1リミテッド長い <laughs>。こちらが新作になります。で、新作のロールバーンは店頭でも一人3冊までなんだけど、この後代引き配送も始まると思うので、行けない人も買えるし、もうちょっと欲しかったなっていう人も追加で購入できるんじゃないかと思います。裏面がこんな感じ。D 柄です。 いやー嬉しい。と、今回、この新作のロルバーンと、あと旅するロルバーンの体験コーナーがあって、体験コーナーでね、ちょこちょこっと写真貼ったりとか、旅のメモをすると、ノベルティのステッカーがもらえて、それもやってきました。じゃじゃじゃーん。旅するロルバーンのリフィルを1枚もらえて、すでにこのロルバーンの読み物と、あと、こちらのお店のカードが、 入ってる状態でセットされてて、これ今までと同じやつだよね。一応中身も記録しておきます。こんな感じのロルバーアンって何っていうのが、外国の方にも分かったり、初めてロルバーン見る人にも分かるように説明が入ってて、そんでこんな感じで、ちょっとこことここは、あの、お店でできるやつじゃなくて、郵便局で押してもらうやつなんだけど、私はここの、成田スミスニューオープンっていうのを書いて、店員さんに見せると、こんな感じでノベルティが、 もらいました。耐水性のね、ちょっといいステッカーになってるので、スマホに貼ったり、貼らなかったり、いろんなところに使えるんじゃないかと思うけど、やっぱ私はこれはもう完全に保存用です。これは思い出、大事な記録なので、取っときます。で、スミスを出て、ちょこっとだけ、ほんのちょこっとだけ歩いたところに、同じ第一ターミナル内で、こちらの化身が押せる郵便局があるので、風景印か、風景印を押してもらって、 で、さらにね、空港内、バスで、まあ、徒歩はね、やめた方がいいぐらい遠いんだけど、バスで、無料のバスで、第2ターミナルまで行くと、こちらの、第2ターミナルの消し印も押せて、こんな感じで、コンプすることができるので、ぜひ、成田までね、せっかく行く人は、やってきてみるのもいいんじゃないかと思います。ちょっと私、思いつかなくてね、同じ切手買っちゃったんだけど、どっちか値段が違うやつにしたら、切手の色も違って、もうちょっとおしゃれになったかも、という感じです。 でね、ちょこっと思い出話なんだけど、この第2ターミナルに移動するときに、まあ、無料のバスに乗って、 そう、空港内をね、ずっとぐるぐる回ってるバスがあるので、それに乗って移動するんだけど、私が乗ってしばらく経った時にね、観光客の若い女の子二人組が、なんか、でしてキョロキョロして、私になんかこう、オッケーサイン出してきたんですよ。んみたいな。で、あ、そうそう、この、このバス無料だから大丈夫だよ、みたいな。公開したら、そこの女の子たちの国では、3って表す時にこのジェスチャーみたいで、 第三ターミナルかって聞かれてたみたいなんですよ。全然違ったんですけど、私が間違ってこうやって、うん、オッケーオッケーオッケーって返すもんだから、 あ、ここ第3ターミナルだって降りなきゃってバタバタバタってしてて。で、それを察した周りのね、乗客の方がね、の、の、のみたいな。違う違うみたいな。<laughs> この人間違ってるよ、みたいな。感じで止めてくれて、バス内みんなでね、いやー危なかったね、みたいな。こんなとこで降りたら何もなかったよ、みたいな感じで盛り上がってて、私めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。私のせいだ、みたいな。そんなことがありました。いや、私のせいで嫌な思い出になってないといいな。めちゃめちゃ申し訳なかったですね。 その後ちゃんと第3ターミナルで無事に降りていきました。ただ、化身が押せるのは第2ターミナルと第1ターミナル、スミスがある第1ターミナルと第2ターミナルになります。と、他にも、成田で文房具屋さん行ってきたので、そちらも今持ってきます。まず、第1ターミナル内、スミスの近く、第1ターミナル内で買ってきたのが、まずは、トラベラーズファクトリー行ってきました。 ちょこっとだけ注意なのが、スミスの開店時間が8時なんですよ、朝の。トラベラーズファクトリーは朝9時だったので、ちょこっとだけ時間差があるのが注意。で、初のトラベラーズファクトリー行ってきました。めちゃめちゃオシャレな店内でした。こんな感じ。で、買ってきたのが、全然ね、トラベラーズファクトリーっぽくないかもわからん。あんまりトラベラーズファクトリーを調べていったわけではないので、引かれたものをどんどん買ってきました。まずは、ステッカー。 5枚以上買うとね、ちょっとお安くなるみたいだったんだけど、私は2枚だけ気に入った子たちを買ってきました。ちょっとこれ、綺麗にホッチキスを開けます。選んだステッカーこんな感じで綺麗にパッケージしてくれるのも嬉しいですね。お土産とかにするときに良さそうだね。ステッカー買ってこうやって閉じてもらって一人一人に渡せますね。買ったステッカーがこちらの2枚。気に入った柄を2枚だけ選んで買ってきました。 どっかで使うか、大事に取っとくか、何かしらね、ノートの表紙とかに貼りたいかなと思ってます。と、あとは、ちょっと惹かれたデザインだったので、これは何なんだトラベラーズノートリフィル、パスポートサイズ、東京メトロの柄みたいです。これは多分ね、全然、成田限定じゃないんじゃないかな。売ってて、いいかもと思って、今回の風景品みたいに集めてったら可愛いかもと思って買ってきたやつ。 と、これ可愛い。マッチラベル。チェコのヴィンテージのマッチラベル買いました。可愛かったので。単純に可愛くて買ってきたやつ。ヴィンテージってね、もったいなくてなかなか使えないんですよね。お気に入りはこのハエさん。可愛い。あとはこういう古い写真の風景とかすごい好きなので。 結構いろんな組み合わせで袋に詰められてたので、よく選んで買ってきました。と、これえ、なんかわかんないけど、可愛くて買っちゃった。白鳥の缶切り。開けよう。じゃじゃーん可愛い,い白鳥型の缶切り。こういうのを生活に取り入れるのが、 おしゃれだと思い買いました。めちゃめちゃ可愛い,い素敵な生活になりそう。ちょっと今使ってるの100均とかのね、普通の缶キーだったんだけど、こういうちょこっとしたおしゃれ取り入れていきたいと思って買ったのと、あとレジ横でね、なぜか北海道のミントが売ってて、ミント大好きなので、これはなんとなくで買ってしまいました。発火、ンタブです。北見のミントタブレット。 で、ここまででね、お会計金額そんな高くないのだいたい1000円ちょっとぐらいかな。ここ、ここまででトラベラーズノートはここまででまだ1000円ちょっとなのに、買える商品をね、わあ欲しいと思っちゃって入れたら4000円くらいになった。何を買ったかというと、じゃじゃーんホイッスル新中のホイッスル売ってて、うわ欲しい欲しい欲しいと思って買いました。少々お高かったけど、全然満足。プラスホイッスル。 めちゃめちゃ可愛い。じゃじゃじゃん。いやこういうの欲しかったなって思って、ついつい買ってしまったホイッスル吹いてみよう。あ、結構キーンっていう感じの音だ。コツとかもなく、結構優しい息の量でも音がちゃんと出ます。すごくいい。気に入ってます。ネックレスにしたりとか、手帳につけたりとか、いろんな使い方ができそう。ネックレスかな、私は。いや、いいな気に入ってます。 トラベラーズファクトリーはこんな感じ。なんかスタンプをしたりとか、ガチャガチャがあったりとか、いろいろ気になったけど、私の超大きにはここだったので、この子たちを選びました。と、次が第2ターミナル。 こっちのちょっと遠目の方に移動したところに伊東屋があるんですよ。伊東屋でも限定商品を買ってきて、買ってきたのがこちらの2冊の限定ノートになります。これが成田限定。6種類ぐらいね、飛行機とかの柄があって、4つは普通の伊東屋。限定じゃなくどこの伊東屋でも買えるみたいなんだけど、この2つだけが成田空港限定みたい。2冊ずつ見ていこう。もうこれがっつり成田国際空港って書いてあるもんね。 こんな感じ。タグもこんな感じ。成田ターミナル1って書いてある。ターミナル 1?1 じゃなかったけどね。で、開けると飛行機が飛んでて、可愛い,いのがね、このドットの中に、ドットの形線の中に飛行機がね、ちょこっと入ってるの。めっちゃ可愛い,い1一個だけね、ポツッと飛行機が入ってて。めちゃめちゃ可愛い,いよね。こんな感じで。最後はタイムゾーンマップ。 便利だね。便利なマップがついてます。これと、私はこっちの方がっきい。確かね、このバスに乗って移動した気がする。空港内を無料で走ってるバス。わー、後ろ飛行機飛んでるんだ。いいですね。かわいい。こっちが、成田コントロールタワー。あー、じゃあ、第一ターミナルとコントロールタワーの柄ってことか。で、内側は、こちらも飛行機が飛んでて、こっちも、ドットの中に飛行機がちょこっと入ってる。かわいいノートに。 なってます。で、最後も一緒かなタイムゾーンマップ。めちゃめちゃ可愛い。こんな感じ。 今回の購入品たちはこんな感じです。大満足いや今日私、徹夜で行ってしまって、忙しくて、普通に前日のお昼からメイクを落とす時間がなくて、ボロボロの状態で行って、うわぁ、大丈夫かなって思って、大丈夫じゃなかったのが、ロルバーン買い終わってから気づいたんだけど、顔にずっと鰹節つけてたっぽい。<laughs> 恥ずかしすぎる。色々恥ずかしい一日だったしね。寝不足すぎて、成田の、成の字が全然書けなくて、ここの点と、ここの点、 を書くか書かないかどっちもわかんなくなっちゃって調べながらもう限界の状態でした。ヘトヘトで行ってきたけど、まあすごく楽しめたので良かったと思います。成田の場所も全然理解してなくて電車で行ったらものすごく遠かったから、え、ここって本当に東京なのって思ったけど、東京じゃなく千葉でした。いろいろ限界な旅だったけど楽しかったので、また定期的に遊びに行きたいなと思いました。今回の動画はこんな感じ。 この後もね、文具イベントの予定を入れたりとか、ロルバーンの撮りたい動画があったりとか、ちょこちょこ動画の投稿が続いていくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。次回の動画もお楽しみにバイバイ